サトラップは古代メディア王国、アケムネスアッサ、ペルシア王国及び、その政治体制を受け継ぐ諸国で用いられた州の行政官を指す称号である。サーサーン朝やヘレニズム要素の強い帝国でも用いられた。大主、総督とも訳される。サトラップは古代ペルシア語のザザサーパボンから来ている。エクスソサが領域や州を示す言葉で、パブンが守るものという意味である。 この語をギリシア語に借用した、シグマアルファタウローパイイータから語尾を抜いて、サトラップという言葉になった。現代ペルシア語でもと表記される。現在では、超大国、派遣国の動向に、極めて強い影響を受ける指導者、行政長官のことを、比喩的にサトラップと呼ぶことがある。アケメネス朝ペルシアの州古の制度を最初に採用したのは、 メディア王国においてであり、遅くとも紀元前648年には使用されていた。当時は、フシャスラバーワンと呼ばれていたと推定されている。そして、アケメネス朝のキュロス2世紀の代、紀元前530年頃に至って大々的に施行されることとなった。征服した領土を王の代理人を通じて支配するという形は、メディア王国もアケメネス朝も変わらない。 しかし、ペルシアの文化では、王権と神聖性は不可分とされたことである。王権は神によって与えられた権利とされていた。20人のサトラップがキュロスに任命され、大使たちは王の称号を用いて統治していた。当初は中央政府の忠実な代理人であった彼らであったが、時代が経つにつれ独立の機会を腰淡々と狙い、実力をつける機会を伺う者も出始める。 ダレーオス一世がサトラップを実質的な機構として作り上げ、23に増やし、年間の功能額を定めたとされている。サトラップは、州の最高行政長官であり、一族や代々の家臣が謹慎となって、それを支えた。彼らは朝税権を一手に担い地方官、従属を誓った、諸部族、都市を支配した。加えて、司法権も委ねられ民事及び、 刑事の問題を裁いた。また治安維持の責任者であり、交通網の確保と山賊の横行や反乱に対処する義務を負っていた。サトラップが配属された地域に在住するペルシア人は一種の評議会を構成し、サトラップと政策上の意見を交換したり、請願を行うことができた。この会議には現地住民の参加も認められていた。しかし議会は、 王直属の初期官や密定が強い影響力を持っていた。特に年一回の調査をし、高級的な支配をもたらす王の目と呼ばれる観察官は重要な役割を果たしていた。サトラップを成長する存在は他にも存在した。古代ペルシアでガンザバラと呼ばれた財務官や州内に設置された要塞を拠点とする将軍は、サトラップから独立しており、王に直属していた。 当然サトラップも公務の範囲内で独自に軍隊を持つことが認められていた。強い権限を持つサトラップ管区はしばしば小さな単位に分割された。分割された小さな単位の行政長もしばしばサトラップと呼ばれた。ギリシアローマ系の著作者が主にそう記している。またハイパークスとも呼ばれ、事実ギリシア語では副理事を意味する言葉となっている。 強い権限を持つサトラップは何度も交代させられた。そしてしばしば二つのサトラップを同一人物が兼ねることがあった。州は連続的な征服の結果として定められてきたものである。本拠は特権的な地位を持ち州の義務である効能を免除されていた。主サトラップも副サトラップもほぼ全政権を踏襲するか民族、宗教アイデンティティの単位で区分けされた。 アケメネス朝の成功の秘訣の一つとして、長期間その領土を維持し続けるのに成功した諸帝国と同じように、征服した人々の文化や宗教に対して、寛容だったことが挙げられる。ペルシャ文化は、首都ペルセポリスを中心として、偉大なる王が、帝国家の多様な要素を一つの新しいものに統合しようとしたため、最も多文化から影響を受けた文化となった。 中央の権威が衰えるとサトラップは実質的な独立を享受することができるようになった。本来の統治原則に反してサトラップで居続けることができたし、周辺の軍隊に対し司令官を任命することが半ば監修化した。接襲され半ば自治状態になると中央もその危険を放置できなくなった。五世紀の半ばまでサトラップの反乱はよく見受けられる。 アケメネス朝を散脱したとされるダレーオス一世はサトラップの鎮圧に明け暮れた。アルタクセルクセス二世の地世下には小アジアやシリアの大部分に反乱は広がった。最後の大規模な反乱はアルタクセルクセス三世によって収められた。旧約聖書のエステル書にサトラップの用語が見受けられる。絵面書き、最も一般的にはダニエル書にもある。 サトラップの行政機構と名前はアレクサンドロス3世の征服に始まるキリシア・マケドニア王国時代でも維持された。彼の死後にディアドコイと呼ばれる大王の後継者たちによって領土は分割され、また東方の一部はセレウコス1世がチャンドラグプタに譲ったため州としては消滅した。アジアでは主にセレウコス1世が開いたセレウコス庁が相続した。 セレウコス朝でサトラップは戦略的な意味合いを持たされるようになったが、ペルシア時代より州の規模はかなり小さくなった。これらサトラップの多くは皇族の帝国、特にローマ帝国によってほとんどその地位を失った。パルティアは大きな所領を持つ大貴族の上に王が君臨し、貴族たちの寄り合いの要素が強い王朝だった。七大貴族と呼ばれる七氏族が存在し、 貴族は兵役と功能の義務を王に負っていた。都市は自治を認められ、王に一定の功能をしていた。サーサーン朝はパルティアよりかなり中央集権的だった。パルティア時代に反独立王国と自治都市は王家の都市イコール直轄都市として置き換えられた。王から派遣された直轄都市の管理は軍事的要衝に駐屯する守備隊と同じくシャーブと呼ばれた。 シャーブは所在する都市だけでなくその周辺の地域も支配した。サトラップの言葉が点火したシャフルは、エーラーンシャフルという言葉としてサーサーンアサの正式な国家名称にも継承された。現在のイランの軍であるシャフレスターン市であるシャフルにその名を残している。ありがとうございます。